インカコーラですか未来は本人にも分かりませんああしたいこうしたいと思っていても本当にそうなるのかどうか分かりませんよねだから私ねあの想像することとは自由だと思うんで,すよで想像するとその想像した未来に今の自分が引っ張っていかれるんじゃないかなと思いますよね私いつも思うんですけどもやっぱナイト2000乗りたかったわけですよずっと中学生の頃からその時にああいいな ナイイトライダーに乗りたいなっていうのは多分あのテレビ番組を見た方ならほぼ100%みんなが思ったことでしょうでも免許を取れる年齢になってくるとまあどうせ無理だなっていうふうに思ってくるんですよでお金を稼ぐ世代になってくるとさらに思うんですよああ無理だなって不思議ですよね中学生の頃に乗りたいと思ってもお金もないし免許も取れないし絶対に無理なわけじゃないですか無理なのに乗りたいと思うわけですよ で免許が取れる年代になった社会に出て稼げるような年代になったそしたら可能性は上がるはずなんですけども逆に可能性がないというふうに思ってしまうんですよね不思議ですよねどうなんでしょうねまあ確かにどの範囲が自分の自由のフィールドなのかっていうのは自分の力量とあと運によるものはあると思いますけどもでも最初の一歩からまあ無理だよねとか現実はねとかそうは言ってもね っていう,ふうに自分で自分に蓋を閉じてしまってもったいないなと思うんですよ。世界中どこにも自分の行動を邪魔すする人っていないななはずなんですよねまあインカコーラの時代ねないと2000人乗れるかどうかなんて考えもしなかったですけどねそれこそインカコーラを買うことでも懐状態は PB でしたし当時はねどんな車に乗ってたのかわかりませんけどもまずは目の前のことで精一杯だった。でも 20代や30代の特権って、目の前のことで精一杯だった。それで生きていけるってことじゃないかなと思うんですよ。さすがにね、30代過ぎると、目の前のことだけではダメで、同時に未来に対しても、まあ、責任と構築をね、持たなければならないんだなと思うんですよ。つまり、40代の私は、49歳になった私のことを想定しながら、ネットビジネスを始めたんじゃないかなと思いますけどもね。おぼろげながらですけども。 それから今明確に59歳の時の自分とか69歳の時の自分を思い描いてその時にはどうなっていようかなっていうふうにまあ具体的にあらゆるケースをね想定してどっちの方向に向かっても大丈夫なようにやっていってるところですね。でも私の想像していない未来が来るかもしれません。宇宙人が攻めてくるとかねな,なぜか私の家から火山が発見されてそれが噴火するとかね分かりませんけどね。 いきなり芸能界にスカウトされるとか殺し屋に寝られるとか分かりませんけどねでも想像できる範囲は想像しておこうかなと思ってます行、うん、ってらっしゃい